どうぞ。皆さんこんにちは。今日は中国の情報戦について、そして、金融や経済の面でお話をしたいと思います。トランプ大統領が当選をした直後にですね、自分の直接、自ら招いてですね、GAFA マイクロソフトの会長と懇談をしたことがあります。でその時にですね、今一体何が問題かということを尋ねたところですね、皆口を揃えてですね、中国の脅威が一番深刻であるということを訴えたというふうに言われております。でどういうことが深刻な脅威だったかというと、前にもお話ししたように、いわゆる技術のを盗む、あるいはその提供をですね強要されるというようなことでですね、知的財産侵害等で3兆ドル、さらにそれ以外に密かにですねサイバー攻撃等によってですね、いろんな最新技術を盗まれるということで、これまた約3兆ドルの合わせて6兆ドルの損害を受けたというふうにも言われています。でこのような深刻な被害はですね、もうすでにかなり前から分かっていたわけですね。2007年の頃にですね、オバマ政権の時代、すでにこのような中国のスパイ活動は分かっていたんですけれども、当時のオバマ政権はそれを伏せていたということです。でそのために被害が拡大をしたんですが、そのような被害を招いた大きな一つの原因はですね、やはり中国側のこういった活動に対する脅威の深刻な認識が欠けていたということがあります。で前回紹介をしたディシービング・ザ・スカイというこの本ですけれども、この本はですね、ビル・ガーツという人が書いてるんですが、彼は共和党系のジャーナリストで、この中国の脅威というものをですね分析をして、その内容をこの本にまとめています。でつい最近出版をされたんですけれども、彼はその中でですね、このオバマ政権の対応を非常に厳しく批判をしております。で戦略的理論家としては、彼がやり玉に挙げているのはですね、ジョセフ・ナイとキッシンジャーですね。でどちらも名だたる対中融和派でして、特にナイについてはどういうことを言っているかというと、彼は予見というものが実現をしてしまうんだという学説を唱えてですね、中国がアメリカを敵視し、あるいは軍の大拡張をやっているにもかかわらずですね、それに対してアメリカが中国を敵視をしてですね、そして対応を取れば、それによってむしろ緊張をかきたててですね、結果的に米中の衝突を招くんだと。だから中国がそういう対応をしていてもですね、アメリカは自重をして、そしてむしろ経済的あるいは技術的な支援をしてですね、で豊かにすることによって民主化を促すと、こういう方法を取るべきだということを主張していたわけですね。これが完全な誤りであるということが、もうオバマ政権の後半ぐらいから明らかにはなっていたんですけれども、それでももう一つはやはり大きな経済的な利益というものもあるわけで、特にオバマ政権はウォール街から選挙資金としてですね、大量の資金援助を受けていた。これはクリントン大統領の時代も同じだったんですけれども、そういうこともあってですね、ウォール街の意向もあり、経済的利益のために対中強硬策を取らないというような方針を取ってきたわけです。でこれによってですね、被害が拡大をしたということをですね、このビル・ガーツは非常に厳しく非難をしているわけです。
したがってトランプ政権成立時からですね、まあ、トランプ大統領自身が、自らそういった中国側の悪辣なやり方を知っていてですね、いかにそれによってアメリカ経済が打撃を受けているかということを、まあ、財界人の一人としてですね、痛切に感じていたと。つまり、中国の経済的な戦争の脅威というものを肌で感じていた人間だということで、かねてから、まあ、対中貿易、戦争についても同じような発想だったんですけれども、この中国の経済的脅威というのを非常に重視をしていたということなんですね。それが、まあ、大統領選に出た一つの背景でもあるわけですけれども、予備選の当時からこの問題をですね、非常に厳しく指摘をしていたという、いうことです。で、トランプ政権成立当初ですね、脅威として見られたのは3つあってですね、1つはこの中国の脅威です。それから2つ目がですね、増強される、中国ロシアのあるいは北朝鮮の核の脅威ですね。そして3つ目が移民の脅威ということです。で、この移民を食い止めるためには壁を作るということを、まあ、トランプ大統領は主張していたんですが、これは彼個人の主張では決してありません。もともとテキサスとかアリゾナとかですね、メキシコと国境を接している各州はですね、州兵を動員してですね、国境警備に当たっていたんですが、それでもですね、不法移民の流入を組み止められないということで、まあ、業を煮やしてですね、壁を作るということが、まあ、言われていたわけです。これは南部の共和党系の候補などは同じように主張していたんですが、トランプが、まあ、より徹底して鮮明に打ち出したということであってですね、決してトランプ政権あるいはトランプ大統領の個人的考えではありません。非常にそれだけ移民の脅威というのは深刻だということです。で、もう一つこの3つの脅威について共通して言えることはですね、アメリカ本国に直接影響を及ぼす脅威であるということなんですね。つまり、核あるいは核ミサイルの脅威、核拡散の脅威にしても、あるいは地続きに入ってくる移民の脅威にしてもですね、中国の脅威、特に技術戦争あるいは経済戦争、貿易戦争におけるアメリカ側の被害、これらいずれもですね、アメリカの安全保障あるいは繁栄に直接的な脅威となる、まあ、こういう認識があったわけです。で、その意味でですね、アメリカは内向きというよりはアメリカ本土の防衛というものを重視せざるを得ないという状況になってきているということです。で、そしてこのような脅威の度というのはですね、トランプ大統領就任後もですね、高まることはあってもむしろ弱まるところはないことはないということで、まあ、ますます深刻になっている。そういう意味でもですね、アメリカはこの自国防衛というものを優先せざるを得ないという状況になっているわけです。話を経済的な脅威ということに戻しますと、この深刻なですね、特に先端産業分野における脅威というものはですね、アメリカの軍事技術あるいは軍民両用デュアルベースといいますけれども、民需軍需両方に使える分野でですね、非常にアメリカとしてはですね、脅威感を持っているわけです。つまり中国がどんどんと追いついてきていると。それもですね、ゲームチェンジャーとも言われますけれども、将来の経済あるいは軍事分野におけるですね、指名を制するような非常に重要な技術分野でのキャッチアップが大変な速度で進んでいる、こういうことに脅威感を持っているわけです。で、その典型がですね、中国製造2025と言われるものです。で、現在中国が特に重点的に投資をしている分野ということで、アメリカ側が挙げているのがですね、例えば情報産業、それから IT 関連の先端産業ですね、そして AI あるいはロボットとか無人兵器、航空宇宙の開発、それから海洋開発ですね、そして、バイオ分野、
さらに新エネルギーの分野、こういった分野がですね、非常に重要であって、このような分野に中国側が重点投資をしてですね、キャッチアップをしているということを大変脅威と見ているわけです。でさらに、詳しくその中を見るとですね、特に軍事技術と連動してですね、重視されている分野は、これは、中国製造2025と共通するんですけれども、例えば AI の分野とか、それから量子コンピューターや量子通信、量子技術、これは幅広いんですけれども、こういった分野、あるいは無人兵器ですね、これは先日の中国建国70周年の軍事パレードでも大々的に展示されましたけれども、こういう分野での発展というものもあります。また例えば光ファイバーとかですね、GPS、 こういうものについてもですね、今中国はアメリカ中心の秩序に対してどんどん挑戦をしているということで、例えば GPS についてはですね、世界の主要な人口集中地域の約3分の2をですね、中国製の GPS が覆っているというような状況になってきています。また光ファイバー海底ケーブルについてもですね、これは従来はほとんど欧米、あるいは日本の企業が中心で敷設をし、占有していたわけですけれども、ここへ今中国がですね、新しい光ファイバーを独自に建設をするということで、挑戦をしてきている。あるいは 5G の分野、これはもうすでによく言われていることですけれども、これについてもですね、占有率をどんどん上げようとしている。で中国製造2025などではですね、現在約4割弱のこの先端分野における市場占有率をですね、2035年頃までには倍の約、8割ぐらいまで上げるというようなことを目標にしているというふうにも言われているわけです。でこの中国に、製造2025が目指すそのハイテク分野における世界的覇権の確立ということに対してですね、アメリカは非常に脅威を感じていると。でこれが大きなその米中貿易戦争の背景にあるということです。